今回は送り仮名の難読漢字です。1問につき10秒、全部で10問です。時間が足りない場合は止めて考えても構いません。残り3から4秒でヒントが表示されます。それでは始めましょう。この漢字は何と読むでしょう。答えは彩るという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは遮るという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは儚いという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは禍々しいという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは咲かしいという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えはこもるという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは顧みるという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは促すという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは受けたまわるという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えはおごるという字です。コメント欄へ感想をお願いします。